明真寺派布教師高橋玄峰と申します。暑さが日に日に強まるのを感じる昨今、夏本番に差し掛かってまいりました。お寺ではお盆の季節を迎えていきます。地域によっては7月盆、8月盆とありますけれども、亡き人と心を通わせる大切な行事に変わりはありません。お盆とは正しくはウランボンと書きます。インドの言葉のウランバーナが元で、逆さまに吊るされたような苦しみ、刀剣という意味です。お盆はそのような苦しみを味わっている亡き人を救うために供養したのが始まりです。ですが、今を生きている私たちにとっても苦しみと向き合い、生き方を学ぶ大切な機会でもあるのです。明治生まれの俳人清水恵子さんは、お盆のお墓参りの際に次のような句を詠まれています。墓洗う水おいしくなりたれば、墓洗う水おいしくなりたれば。清水さんは幼き頃に両親を亡くされています。俳句に出会ってからは、その悲しみや寂しさを句を作る原動力に変えられたそうです。墓洗うとはお盆の季語ですから、その時期のお墓参りにて亡き両親を思う気持ちでお墓を洗っている清水さんの姿が目に浮かんできます。皆様も経験がおありかと思いますけれども、夏の暑い時期ですから、お墓を洗っていますと、こう照りつける日差しで濡れたお墓がすぐさま乾いていきますね。やがて墓石に静かに染み込んでいく水、その様子が清水さんにとって、まるで亡き両親がおいしいおいしいと水を飲んでいるように感じたのではないでしょうか。また「なりたれば」という動きからは、そうあってほしいと願う気持ちが伝わってきます。そして両親と共に自分も何かの苦しみから救われたい、そういう思いでお墓を洗っているようにも聞こえます。そう考えますと、ここで言う水がおいしくとはどういうことなのでしょうか。私自身この句に触れて、ふと祖母とのお墓参りの思い出がよみがえってきました。お盆にはよく祖母に連れられ、祖父のお墓参りに行ったんですけれども、まずはお墓の掃除をするんですが、この祖父のお墓だけではなくて、お寺の歴代ご住職の20基ほどあるんですけど、そのお墓も掃除していきます。これが簡単な作業ではありません。夏の炎天下の中でありますから、汗は滝のように流れますし、山中にある墓所なので、やぶかにもたくさん刺されながらの作業です。まあ正直、小学生の私にはきつい、しんどい、まあそういう手伝いだったと感じていました。そこに祖母が言うんですね。感謝の心で洗うんよと。まあこの時はなかなかその意図も理解できていませんでしたが、まあ何よりも祖母に褒められたい、まあそういう一心でとにかく一生懸命手伝っていたのを覚えています。しかし、この見返りを求めることは禅では迷い、苦しみなんですね。小学生としてはそれでいいと思うんです。ただ今思えば、こう褒められたいといやいやお墓の掃除をしていた私は、先ほどの逆さまの状態、迷って苦しんでいる状態だったのかもしれません。ですが、
そんな心境が一変する瞬間が訪れます。最後に祖母は決まって家から持ってきた祖父の湯飲みに水筒の冷たいお茶を注いで墓前に備えてお経を唱えるんです。そして振り返って満足げにこれでよしと言って私の背中をポーンと叩くんですね。何がこれでよしだったのかと思いつつも何かに納得していたのを祖母の表情から感じていました。そしてその後に水筒に残っているお茶を祖母がその場で飲ませてくれた時です。私は思わずうまいなぁと口に出してました。炎天下の下のお墓掃除、汗だくになって喉は乾ききってますから、喉から体全体に染み渡るそのお茶のおいしいこと、おそらくこのおいしいと思えた爽やかな気持ちは清水さんの見ずおいしくと同じではないかとふと感じたのです。このおいしいは味としてのおいしいというよりも、面倒ながらも汗だくになって一生懸命掃除をやりきったからこその心からのおいしいです。祖母がこれでよしと背中をたたいてくれたのは、お墓がきれいになったよしではなくて、私がいやいやながらも最後まで一緒に掃除し続けた、私自身を認めてくれたよしだったのかもしれません。そう思うと、祖母がこれでよしと納得した姿も、水がおいしく感じた自分も、お墓参り自体が知らず知らずに亡き人と過ごせたひとときであり、祖母も私も救われていた瞬間だったのだと、あの頃は気づけませんでしたけれども、今清水さんの句を通じて気づかせてもらいました。清水さんも亡き両親を思いながらお墓を洗うことは、喉だけではなくて早くして別れた両親への寂しさで乾いた心を潤す自分自身が救われるひとときだったのかもしれません。妙心寺の館長を務められた山田武門老師もご著書の中で、仏と人間とが全く一つに溶け合った姿、それが手を合わせた形でありますとおっしゃっています。ですからお盆のお墓参りとは、ご先祖様の苦しみを救うつもりでお参りすることだけではなくて、実は私たちが自分の心の苦しみとゆっくり向き合い、ゆっくり受け入れていくひとときを、知らず知らずにご先祖様にいただいている大事な行事なのです。お墓を洗い、甲を焚き、手を合わせ、亡き人と心を通わすお盆、どうか皆様も大切にお過ごしいただければ幸いです。